鳴る駅は、千葉県三部室編にある、東日本旅客鉄道の駅である。三部市のターミナル駅である。総武本線を所属線としており、当駅が終点となる、東近線を加えた2路線が乗り入れている。駅舎に接して、単式ホーム1面1線があり、その奥に島式ホーム1面2線がある。さらに単式ホームには、 切りかき機ホームがあるため、合わせて2面4線となる地上駅。互いのホームは古戦橋で連絡し、両端はバリアフリー化の一環として、エレベーターが各一基設置されている。この古戦橋は2012年に設置され、以前使われていた古戦橋は撤去された。直営駅であり、管理駅として、日向駅、妖日千葉駅間の各駅を管理している。 駅舎内には緑の窓口、自動改札機が設置されている。改札口横に待合室がある。2008年3月に駅舎の一部改装が終了し、待合室のリニューアルがなされ、自動ドアが取り付けられた。また、かつての売店、キオスクはコンビニエンスストア、ヌーレーズに業態変更された。トイレは改札内外の双方から入れる構造で、 いずれも多機能トイレを併設した男女別で浄化層による推薦式である。多機能トイレは当初改札外のみの設置だったことの名残で、改札内の通常のトイレには多機能トイレ利用時は駅係にお申し出くださいとの正し書きが多機能トイレ増設後も撤去されずに残存していたが、現在は撤去されている。また、 古戦橋のエレベーター付近には、駅係員用のものと思われる仮設トイレが設置されている。現在のトイレが整備される前は、改札内外の双方から入れる構造で、男女共用の組み取り式であった。将来、京城駅舎課の計画があり、既存の南口に加え、北口を新設する計画がある。2020年度の1日平均乗車辞任は2052人で、ある。 近年の1日平均乗車辞任の推移は、下記の通り。駅前のバス乗り場産部式館バス、千葉フラワーバスが運行する路線が発着する。千葉フラワーバスが運行する路線が発着する。特急、塩祭の隣の停車駅は、列車記事を参照。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。